皆さんこんにちは。おかわりはありませんか。10月に入り、朝晩には涼風を感じるようにはなりましたが、日中はまだまだ暑さが続いています。ここ数年の気象の変化には怖い面もあり、毎年きっちり決まった時期に咲いていた彼岸花が今年は10日ほど遅れてやっと満開になりました。爽やかな秋の訪れが待たれるこの頃です。それでは今月も声の広報時川をお届けします。この声の広報時川は、時川町社会福祉協議会のご承諾を得て、私たち朗読ボランティア時川が制作したものです。また、朗読ボランティア時川では、このほか、目の不自由な方、視覚障害者や高齢者の皆様を対象に、希望される本を朗読する対面朗読を行うこともあります。お申し込み、お問い合わせは、時川町社会福祉協議会までお願いします。広報時川2019年10月号、ナンバー165、9月27日発行。今月の担当は、岡野、山下、川端、富樫、小池、内田。録音編集は畑です。表紙の写真の説明をします。表表紙は8月3日に行われた時川納涼祭り。夜空に輝く花火を背景に、電飾に彩られた華やかな櫓の写真です。裏表紙は8月18日に行われた大野神社ささら獅子舞、社の前で舞う獅子舞の様子です。説明を終わります。2ページ、季節の便り163。野草の花が姿を消してゆく頃、リンドウに似た花を咲かせる植物、ツルリンドウ。今年の秋はどんな装いでやってくるのか、家の裏山のもみじを眺めながら一人考え込んだりしています。というのは、今年の4、5月頃のように、温度計の目盛りが一気に生花の気温を指したり、突風が突然吹き荒れたりとか、こんな異変がどこまで続くことやら、こうした不穏な気象現象が続いているとき、植物の世界はというと、意外に落ち着いたもので、もうとっくに来春の準備を終えて、今年を振り返ってみたり、仲間の対処の仕方や、過ごし方に目を凝らしたりしているのではないかと思います。毎年、秋の開花の時期には決まって開花しているのに、誰からもほとんど顧みられないで寂しく店じまいをしていく植物たちもあるので、そうした中の一つ、ツルリンドウについて書いてみたいと思います。ツルリンドウは、リンドウ科の産地の樹荫に自生している多年生の植物で、形状は茎はつる状で30から60センチ余りになり、地上を這い、葉は竹の葉を小型にしたような形で、裏面が四角色をしていて、葉柄があり耐性しています。秋には葉液から花芽を伸ばして、大きさも色もリンドウに似た花を咲かせます。ここでツルリンドウについて説明する前に、リンドウについて説明をしておきます。リンドウは隣の中国にもほぼ同じものがあり、読み方はわかりませんが、名前を龍丹と書いているということです。日本ではこの文字を龍丹と読んで、現在のリンドウとしていたようですが、研究者の間で異論があり、数々の協議を重ねた結果、リンドウと読むことに落ち着いたということです。さて、名前のツルリンドウは、茎がツル状をしていて、花がリンドウに似ているところから、ツルリンドウと呼ぶようになったということです。ツルリンドウの仲間には、リンドウはもちろんですが、何々リンドウと呼ばれているものすべてが入ります。いくつかを挙げてみると、春リンドウ、筆リンドウ、
コケ林道、投薬林道など、また頭に地名を冠したものなど、多くの種を数えることができます。生活との関わりは、漢方で薬用植物、胃腸薬として利用されているということです。鶴林道、林道も含めて、昔昭和30年から40年頃には、秋に町の産地へ植物の散策に出かけてみると、必ず野生の林道を見ることができたものですが、この頃は自然環境の変化によるものか、乱獲によるものか、ほとんど見ることができず、絶滅危惧種のような状態になってしまっているようです。なんとか昔の姿に戻し、保護したいと思うのですが。さて、今年の紅葉はいかがでしょうか。じっくり楽しみたいものです。ちなみに、もみじは町の木にもなっているので。鶴林道の写真が載っています。写真と文、小林和人さん、大和座本郷。3ページ、目次。4ページから7ページ、特集、ゴミ、減量化、モデル授業を実施しています。8ページから21ページ、町より頼り。22ページ、23ページ、グラフと木側。24ページから31ページ、インフォメーション、暮らしの情報。ゴミ減量化、モデル事業を実施しています。町では、家庭から出るゴミの7割以上を占める可燃ゴミの減量を行うため、平成31年3月から可燃ゴミの約4割を占めると言われる生ゴミと、約2割を占めると言われる資源にできるゴミのうち、特に雑ガミの取り扱いを見直し、循環型社会を目指すゴミ減量化モデル事業に取り組んでいます。目的、ゴミ減量化の効果を検証し、町全体での取り組みへと発展させる。期間、平成31年3月1日から令和2年3月31日。対象、上郷地区と万城一区各15世帯。主な活動内容、徹底したゴミの分別、生ゴミの自家処理として可燃ゴミの重量測定を週2回行っています。雑ガミの資源化として雑ガミの重量測定を月2回行っています。期待される効果、生ゴミの自家処理及び雑ガミの自然化による可燃ゴミの減少、小川地区衛生組合へ支払う負担金の減少、資源物売却収入の増加。昨年度までの現状、町から平成30年度に搬出した可燃ゴミは約1658トン。町が平成30年度にゴミの処理のために小川地区衛生組合に支払った負担金は約1億500万円。この金額はゴミの重量で決まります。平成30年度に町が排出した一般家庭ゴミの内訳としては、可燃ゴミ 77%、1658トン、不燃ゴミ 11%、222トン、資源物 12%、264トン。このうち可燃ゴミ部分の内訳は、生ゴミが約 40%、資源化できるゴミが約 20% で、モデル事業で削減に取り組む対象となるゴミは可燃ゴミの6割を占めています。そこでモデル事業の主な取り組みとしては、1. 生ゴミをコンポスト容器等で堆肥化する。 2. 可燃ゴミの中に含まれる資源化できる雑ガミを資源回収に回す。お金をかけて処分するもの、可燃ゴミから町の収入になる資源、雑ガミなどへ変えることです。なお、雑ガミとは新聞、雑誌、段ボール以外の紙類、ティッシュの箱、お菓子の箱、
紙袋、包装紙、はがき、封筒、コピー用紙、トイレットペーパーの芯など、分類例がごみ資源分別カレンダーの裏表紙に掲載されています。成果の中間報告、モデル地区上郷と番町一区の雑紙、可燃ごみの3月から7月までの排出量の表を読みます。両地区の合計です。雑紙は3月 0kg、4月 174kg、5月 133kg、6月 111kg、7月 123kg、可燃ごみ3月 861kg、4月 682kg、5月 679kg、6月 551kg、7月 679kg、表を終わります。平成31年3月のデータは、比較対象とするための準備期間として、減量を意識せずに従来通りゴミをステーションに出したデータです。そのため、3月の時点では、雑紙の数値が 0kg になっていますが、4月から7月では、541kg が資源化されています。可燃ごみは従前の出し方の3月と比較すると、4月以降それぞれ2割から4割の減量に成功しています。今回はモニターでご協力をいただいている30世帯の皆さんの中から4名の方にお願いして、事業開始から半年を経過した中でのお話を伺いました。番町一区からインタビューに協力してくださった方は、新井さんと香山さんです。町、モニターを半年続けられて、これは以前と変わったなと気づいたことや実感されたことはありますか？新井さん、今まで以上に雑紙を分別して資源化を心がけています。変わったといえば、分別するときに、今までは雑紙と判断していたものが違っているものもあったので、雑紙として出していいものかどうかを再確認するようになりましたね。香山さん、やはり雑紙の分別と生ゴミの水切りを以前よりも意識するようになりました。集積所に持っていくときもゴミ袋が軽くなりましたし、集積所に出ているゴミの量も以前より減った気がします。集計データを見ても、雑紙の資源化が以前よりも確実に進んでいますね。また、生ゴミは可燃ゴミの中で大きな役割を占めるので、減量効果が大きいんです。生ゴミを減らすために工夫していることはありますか？生ゴミはコンポスト容器で堆肥化をしています。コンポスト容器で分解されにくい柑橘類の皮などは、直接畑に入れているので、生ゴミはほとんど出ません。可燃ゴミの日は週2回ですが、火曜日に出すだけで間に合っています。生ゴミの水切りですね。広報にも何度か載っていますし、水分を減らして無駄をなくすことを心がけています。週1回の排出で間に合うのは大きいですね。他にご意見や提案はありますか？使い捨てになるものを使わない、無駄なものを買わないなど、ゴミを増やさないように意識することが、ゴミの減量につながると思います。以前、生ゴミ処理の件で、コンポスト容器を持っていても、正しい使い方がわからないと相談を受けたことがあるのですが、コンポスト容器等の正しい使い方についても、またお知らせしてもらえるとありがたいですね。生ゴミ処理機器の補助金交付も行っていますし、改めてお知らせや案内を行う予定です。上郷地区からはインタビューに協力してくださった方は村田さんと長谷川さんです。町、モニターを半年続けられて、これは以前と変わったなと気づいたことや実感されたことはありますか？村田さん、生ゴミが減ったことで集積所がきれいになったと思います。
以前は袋が破れて中の汁が出ていたり、油汚れがあったりしたのがなくなりました。袋が軽くきれいになったと思います。長谷川さん、確かに生ゴミが減ったことでだいぶ袋が軽く感じるようになりましたね。それから集積所に出す回数も減りましたね。ゴミの量が減ることは小川地区衛生組合への負担金削減につながりますし、出す回数が減ることで収集回数を減らすことができれば大幅な経費の節減につながります。ゴミを減らすにはどんなことが有効だと思いますか？やはり生ゴミの水切りとコンポスト容器の有効活用だと思います。コンポスト容器は以前は虫の発生や悪臭で使うことが少なかったのですが、改めて虫対策や木の葉を入れたりする使い方の工夫で積極的に使うようになってから明らかに生ゴミが減りました。剪定枝や草なども集積所に出される量は減りましたが、そちらももっと減らしていければと思いますね。私もコンポスト容器を積極的に使うようになったことでしょうか。明らかに生ゴミを減らせたと思います。虫や匂いの対策次第でもっと活用してもらえる機会が増えそうですね。剪定枝や枯草の受け入れ施設も積極的に活用していただけたらと思います。自己搬入なので持ち込むための準備等は必要ですが、地域で持ち込める人が代表で持ち込むというのも一つの方法だと思います。全体として捉えてはどうかということですね。地域全体での協力は大切ですね。他にも何か町への提案やご意見があればお願いします。無駄なものは買わない、子どもも含めて家族間で分別のルールを守ることという意識を家族みんなが持つこともゴミの減量につながると思います。意識して行うことが大切だと思いますね。先ほどのゴミの削減に伴う経費の削減も町全体での取り組みとなればかなりの効果が期待できると思います。ぜひ町全体に広がっていくといいですね。参加者の皆様からの声をまとめると、ゴミ出しの際に袋が軽くなってゴミ出しが楽になりました。生ゴミが減ったことで袋の中身がきれいになりました。ゴミの分別を前よりもさらに意識するようになりました。ゴミ出しの回数が減りました。家族でゴミ出しを意識するきっかけになりました。コンポスト容器を積極的に使うようになりました。中間報告ではモデル地区での取り組みが数値として明確に現れる結果となりました。成果の報告は令和2年4月以降に改めて報告する予定です。この事業を町内全体へ取り組みへと発展させるため、皆様も生ゴミの堆肥化や雑ガミの分別などの取り組みを一緒に行っていきましょう。補助金あります。生ゴミ処理機器設置費に対して補助金がありますのでご活用ください。密閉式生ゴミ処理容器、容積が10リットル以上の大きさ、限度額3000円。コンポスト容器、容積が100リットル以上の大きさ、限度額5000円。電気式生ゴミ処理機、処理能力が1日1キログラム以上、限度額2万円。補助額は処理機1機につき購入価格の2分の1以内。申請の際は領収書及び使用のわかるもの、カタログなどをご持参ください。補助対象は新品購入されたものに限ります。問い合わせ、建設環境課環境担当、電話 65-0814。ここまでの担当は岡野でした。参議院埼玉県選出議員補欠選挙、投票日令和元年10月27日日曜、参議院埼玉県選出議員補欠選挙が行われます。投票日当日、用事のある方は期日前投票ができます。
貴重な一票を大切にし投票しましょう。主な日程、告示日10月10日木曜、投票日10月27日日曜、投票時間午前7時から午後8時まで。ただし、第8投票所及び第9投票所は午後7時まで。開票日時、10月27日日曜、午後9時から、開票所、玉川公民館2階。投票できる方、年齢要件、平成13年10月28日までに生まれた方、住所要件、令和元年7月9日までに時川町に住民登録をし、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている方、投票所入場券、投票所の入場券は世帯ごとにはがきで郵送します。1通に4人分の入場券が印刷できるようになっています。お手元に届いたら三つ折りを全部開き、印刷されている住所、氏名、投票所などを確認してください。投票するときは、それぞれ切り離し、各自投票所へお持ちください。入場券が配達されなかったときや、入場券を紛失したときは、投票所の係員にその旨お伝えください。選挙人名簿と照合し、本人確認をした上で、入場券をその場で再発行します。入場券の二重発行による不正を防ぐため、郵送などによる再発行は行いません。期日前投票。期日前投票は、投票日前に投票することができます。投票の対象者、期日前投票を行う日に選挙権のある方、投票日に仕事、冠婚葬祭、レジャーなどで投票所に行けない方、投票期間、10月11日金曜から10月26日土曜まで。投票時間、午前8時30分から午後8時まで。投票場所、玉川公民館1階、役場本庁舎南側。必要なもの、投票所の入場券、期日前投票宣誓書。期日前投票をする場合は、受付に投票所入場券と期日前投票宣誓書の提出が必要となります。期日前投票宣誓書の記入用紙は、入場券の裏面に印刷されています。また、町ホームページ、期日前投票所にも用意していますので、ご利用ください。代理投票、身体の障害などで文字が書けないときは、補助員がご本人に代わって記入しますので、投票所で係員にその旨お伝えください。投票の秘密は守られます。点字投票。目の不自由な方は点字で投票できます。点字機が用意してありますので、投票所で係員にその旨お伝えください。滞在先の市区町村での不在者投票。仕事や用事などで遠隔地に滞在していて、期日前投票も当日の投票もできない方は、あらかじめ時川町選挙管理委員会に投票用紙等を請求して取り寄せることで、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。投票用紙を郵送でやり取りしますので、お早めにお問い合わせください。郵便等による不在者投票、身体に重度の障害があり、投票所に行って投票できない場合は、郵便による不在者投票ができます。ただし、身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、一定の要件に該当する場合、あるいは介護保険法による要介護者で区分が要介護後に認定されている方に限られます。郵便等で不在者投票をするときは、郵便投票証明書が必要ですので、時川町選挙管理委員会に申請してください。あらかじめ手続きが必要です。指定病院等における不在者投票、都道府県選挙管理委員会が指定する病院または、老人ホーム等に入院・入所中の方は、その施設で、
不在者投票ができますので、施設の長、院長または所長等に対し投票用紙の請求をしてください。選挙公報、候補者の政見等を掲載した選挙公報が発行されます。この公報は長官の折り込みで配布する予定です。役場、公民館の窓口にも設置しますのでご利用ください。なお、新聞購読をしていない方など郵送を希望する場合は事前に選挙管理委員会までご連絡ください。投票所のご案内。第一投票所、玉川公民館1階、大和玉川人市12中井12根際上郷五明1にお住まいの方。第二投票所、春和文館、大和玉川春和12345、田黒にお住まいの方。第三投票所、日陰文館、大和五明234、日陰にお住まいの方。第四投票所、万丈文化センター、大和万丈にお住まいの方。第五投票所、体育センター、大和本郷別所田中桃の木関堀万場にお住まいの方。第六投票所、瀬戸公民館、大和瀬戸元上瀬戸元下大月にお住まいの方。第七投票所、萩ヶ丘小学校体育館、大和西平雲ヶ原にお住まいの方。第8投票所、大野楠木センター、大和大野にお住まいの方。第9投票所、泉原集会室、大和椚平にお住まいの方。郵送される入場券で投票所等の確認をお願いします。第8、第9投票所の投票時間は1時間短縮し午後7時までとなります。ご不明な点がございましたら選挙管理委員会にお問い合わせください。問い合わせ、ときがわ町選挙管理委員会役場本庁舎2階総務課内、電話代表 65-1521。 高齢者と中学生の皆さんが対象のインフルエンザ予防接種、毎年冬に流行する季節性インフルエンザの予防ワクチン接種を実施します。流行前の予防接種をお勧めします。高齢者の皆さん、対象、町内に住所を有する人で次のいずれかに該当し、接種を希望する人。1、接種時に満65歳以上。2、接種時に満60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能または人免疫不全ウイルスによる機能障害を有する身体障害者手帳1級程度の方。接種期間、10月20日日曜から令和2年1月31日金曜、休診日を除く。公費負担はこの期間のみです。接種回数1回、接種費用1100円、生活保護者は無料。指定医療機関の窓口へ直接お支払いください。必要なもの、健康保険証、生活保護者は受給者証。接種方法、接種を希望される医療機関に直接電話で申し込み、予約の上接種を受けてください。ときがわ町の予診票が医療機関にない場合は、保健センターに取りに来てください。実施期間、県内インフルエンザ予防接種指定医療機関で接種できます。医療機関または保健センターでご確認ください。接種を受ける前には、インフルエンザ予防接種の説明書を必ずお読みになり、十分ご理解の上で接種を受けてください。中学生の皆さん、インフルエンザ予防接種のご案内を町内中学生は学校を通じて、その他の方には直接お送りします。よくお読みになり予防接種を希望される方は
実施期間に予約の上、同意書を持って直接受診してください。予診票は実施期間にありますので、今年度より保健センターでの手続きは不要です。対象、町内に住所を有し、接種時に中学生であるもの。接種期間、10月20日日曜から12月25日水曜、休診日を除く。公費負担はこの期間のみです。接種回数1回、ただし13歳未満者は2回接種。接種費用無料。接種方法、接種を希望される医療機関に直接電話で申し込み、予約の上接種を受けてください。実施期間、ときがわ町内の下記医療機関、施設名、所在地、電話の順に読み上げます。木の里クリニック、大和座番場、電話 66-0770、小玉院、大和座桃の木、65-0147、玉川クリニック、大和座五明、66-0128、南部内科院、大和座西平、67-0438、払川院、大和座番城、65-0043。中学生のインフルエンザ予防接種は、任意の予防接種です。保護者と接種者の意思と責任で接種を希望される場合のみ行われます。接種当日は実施医療機関で意思を確認するため、必ず保護者が同伴してください。接種前には、インフルエンザワクチンの接種について説明文、および医薬品副作用被害救済制度についてを必ず読み、十分理解した上で接種の判断をお願いします。申し込み問い合わせ、保健センター電話 65-1010。生き生き活動センターだより。生き生き活動センターを上手に活用。生き生き活動センターは開館から1年4ヶ月が過ぎました。最初の頃は保健センターだったところでしたが、最近は多くの皆さんに生き生き活動センターを知っていただき、利用者も増加しています。ご利用ありがとうございます。月替わりの企画展を開催。1階の多世代間交流ホールでは、センター主催事業として季節の行事や作品展など、月替わりの展示を行っています。作品展では、町内で活動する団体や個人の皆さんにご協力をいただいています。また、本年は防犯、防災、消費者関係など警察や県の消費生活センターと協力して、パネルや見本品の展示も行っています。ホール企画展。今年度のホール企画展は新たに情報提供を目的とした防犯展、防災展を開催しました。8月の防犯展では、夏休み期間中の帰省やレジャーによる留守宅を狙った侵入等や、車、バイク、自転車等対策として、ホームセンターで購入できる簡単な器具を使った防犯対策を体験していただきました。9月は9月1日の防災の日、防災週間に合わせて防災展を開催し、町の防災ガイドブックやハザードマップ、防災パネル展示と避難時に必要な防災用品等を展示しました。いずれも触れることができるコーナーを設置し、防犯、防災に役立てていただけるよう工夫しました。また、10月には、町内でも消費生活相談が増加していることから、消費生活パネル展を開催します。会場は家族相談支援センターと併設されているため、町の消費生活相談員が在籍するときは、ご質問や相談を受けることができます。休日、休館日を除きます。期間、10月8日火曜から20日日曜。会場、多世代間交流ホール。8月5日から25日開催の防犯展。8月31日から9月16日開催の防災展の写真がそれぞれ1枚ずつ載っています。センター共催事業、まちかる開催中。生き生き活動センターと起業家の皆さんで共催する
マチカルが8月から始まり、受講者を募集しています。内容は広報7月号及び町のホームページでお知らせしています。また、生き生き活動センターや公民館にチラシを配置しています。お申し込み方法やマチカルについてのご質問は、生き生き活動センターにお気軽にお問い合わせください。センターでは引き続きホール展示や発表にご協力いただける団体、個人を募集しています。ご協力いただける場合はセンター事務局にご相談ください。問い合わせ、生き生き活動センター、電話 66-0222、